ありがとうございます。はい。じゃあいきますよー。よーし、面接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 。もう早く、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 早く面接行きたい。早く面接行きたい。よし。面接、いろんな失格パターンセリフあるらしいけど、回収するの。回収する、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 回収する。やりたい、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 やりたい。ちょっとやりたい。全部聞きたい。絶対失敗する。絶対失敗したい。ちょっと待って、ポテチ食べさせて。ついにこの時が来ました。チリちゃん、今会いに行くよ。そうです。発酵です。どうも。チリちゃん、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 チリちゃん。はい。あ、でも発酵持ってても発酵持っててもこうなんやね。面接官のチリです。これよりチャンピオンテストの第一次試験面接テストを行います。もちろん準備バッジは。おお、8個ですか。喜んでくれた。チリが、チリが喜んでくれた。ありがとう。今から水星さんにいくつか質問させていただきます。うん、OK です。空飛ぶタクシーで現在通われてる。あ、初めてだ。え、グレープアカデミー。そうでしたね。死んでくれ、死んでくれてる、死んでくれ、死んでくれてる。お姉さんも今日もいい俺、何をしに来られたんですか。チリさんに会うためです。チャンピオンになるためです。ええ、それ以外ありませんよね。チャンピオンになってどうなさるおつもりですか。チリと勝負する、チリと勝負するなんだけど、宝物、チリという宝物を見つける。なるほど、そうでしたか。続いて、やっとのジムの中で最も苦戦したのはどこですか。大変だったのは発行ですかね。ではそのジムで勝負したジムリーダーの名前は。なんじゃもちゃん。ありがとう。覚えてますよ。なんじゃもさんの生き物タイプ覚えてますか。電気です。素晴らしい。チャンピオンテストにたどり着ける実力をお持ちだということは、水星さんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。その中でも最初に選んだポケモンの分類を覚えていますか。コガモポケモンです。めっちゃ真面目に面接してくれてる。さすがです。申し訳ありません。同じ質問を繰り返させてください。申し訳ないなんて思わないでください。水星さんチャンピオンになってどうなさるおつもりですか。チリにまた会いに行きます。チリ、チリ、チリちゃん、チリちゃんと仲良くなりたいな。すみません、そうでしたね。うん、うん、そう、チリちゃんと仲良くなりたいです。それでは最後の質問です。水星さん、ポケモンは好きですか。はい。チリちゃん、お疲れさん。お疲れさん。あのそういうギャップを見せられると、お宝、お宝ちょっと、そういうギャップを見せられるとお宝ちょっと普通好きになっちゃうんですけど、水星おめでとう。いえ、そんな続いて面接合格がありがとうございます。さすがの一発合格、ネモ以来初やないが。ありがとうございます。ネモとどういう関係なんですか。さあ、気持ち切り替えて次の試験や。二次試験は四天王とのポケモン勝負。その名も実技テストや。チリちゃん、そのまんまやないかいってツッコミはなしな。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負。激しい戦いになる境、しっかり準備してから奥の部屋に進めや。あ、近づけた。チリと、チリと近づ、チリと近づけた。
写真はダメやで。そうっすか。一発豪華があざっす。よし、じゃあ失敗ルート見ますと、ファンとしてマナー違反ですよね。すいません、ごめんなさい、本当にすいませんでした。ほんでそれは申し訳ございません。ちりちゃん待ってて、今行くに一回しか会えないので満喫してもろて。一回、一回しか、え、倒したら会えない、倒したら会えないの、四天王再生でき今涙が出そうになっている。無理、嘘、現在通われてるか、こんなもん、あ、アップルアカデミーです。ごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、すみません、本当に悪いと思ってるんです、失望しないでください。嘘、止まった、早い、愛想つかすの早いって、うわ立ち上がる仕草好き、なんでやねん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 、好きや、チリ好きや、俺と付き合ってくれないか、チリ、いや、やっぱりいい、付き合わなくてチリはそのまま好きに生きててくれ、残念ながら動かない。チリちゃん、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 また途中でちょっと間違えてみよう。ずっと話してたいな。現在通われている学校のお名前を教えてください。グレープアカデミーです。そうでしたね、そうでしたねっていうの好き。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか。ポケモンを捕まえるため、え、なんと何しようかな、なんとなく、あ、だ、ダメみたい、え、なんとなくじゃダメみたい、なんでやねん。かわいいわ、チリっていう女かわいいわ。チリちゃんを捕まえるためって言いたいわ。チリちゃん、チリちゃん、ではチャンピオンになってどうなさるつもりですか。さらに強くなる。なるほど、そうでしたか。申し訳ありません、同じ質問を繰り返させてください。水星さんはチャンピオンになってどうなさるつもりですか。宝物を見つけるんです。ダメ、ダメ、あ、途中で選択肢変えたらダメなんですか。なんでやねん、あ、ごめんなさい、え、ダメだったみたい。許してもらえなかったみたい。チリちゃん、そろそろ私真面目にやるわ、チリちゃんと戦いたいし。はあ、チリと面接できるのもこれが最後か、やだな、セーブデータ残したい。それでは最後の質問です。何ですか。水星さん、ポケモンは好きですか。はい。チリちゃんありがとう、チリちゃんおしまいや。水星おめでとうさん、一次試験面接テスト合格や。あんたが面接やらけた時お前どうしようか思った。違うんですよ、チリちゃんともっと長く喋ってたくて。さあ気持ち切り替えて次の試験や。二次試験は四天王とのポケモン勝負、その名も実技テストや。そのまんまやないかーいってツッコミはなしな。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負、激しい戦いになるさかい、しっかり準備してからこの部屋に進みや。もう進みます、チリちゃん、行きましょう。皆様、明けまして、おめでとうございます。本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。